二人合わせての流れが違う今日は、うん、今日はゲストを呼んであります。はい、誰でしょう。誰わからん。誰やか。誰あれ、何これ。なんこれこれ何。誰こ。この人おかしい。はい、ということで始まりましたよ。ね、ぶちかまさんのがリブートチャンネルに登場だ。キープアウトをこの俺の体にくくりつけろ。あサロが。うるさい。はい、ごめんなさい。はい、というわけで、はい、今日は4人で、はい、ちょっと面白いことをお届けしようと思いまーす。イエーイ。まずは？まずは？まずは？じゃあ気配玉にお願いします。気配玉スケー。イエーイ。ここでしかやれないからね。第1回戦は上田和樹対アリクイ。近い近い近い。はい、じゃんけん。はい、じゃんけん。はい、最初はグーじゃんけんポン。アリクイの勝ち。いや、やばい、この絵すらやべえよ。なんかのポンだろ。はい、アリクイくんが投げで、はい、受け、上田。はい、それではプレイボーイ、アリクイ。プレイボーイ。なかなかのはべらかし人間やから、それは仲良してきたぞ。機内のあるやから、機内のある。見隠ししてきたらさ、ごめんなさい、カメラがわかんねえ。アリクイファンの皆様、ごめんなさい。カメラがわかんねえからさ、コメントしずれんな。堀の深さが出てる。堀の深さが出ちゃった。それでは行きましょうか。ボール、アリクイ、よーい、スタート。3、2、1。やー、ウナ。ウナ。よし。ウナ。全然わからんよ。わからんやろね。全然わからん。わからんやろね。ああ、俺はトラップをした。なぜならばこのサンダルをあたかも歩いたかのように気づかんかった。2回戦、プレーボール、上田。はい。3、2、1。勝者、アリクイ。東大元暮らしだよ。上田くん見ていいよ。おーもっとさすがと思ったね。東大元暮らしだよ。日々のことに言える、それは。日々に言える。日々に。ねえ、日々に、皆様の日々に言える。最初はグッジャンケンパー。あ、わけだ。はい、じゃあ投げで、ゆかさんが避け。避けね。いきます。それではいきます。プレーボール、杉山。はい、はじめ。3、2、1。勝者、ゆうか。よっしゃー。今の意味惜しかった。本当？攻守切り替え。プレイボール、ゆうか。はじめ。3、2、1。勝者、杉山。めっちゃ近かった。近かった。これ引き分けやね。近いから、今の優香さんが一番近いから。次、アリクイ対杉山瑞稀。ジャケン関係ねえんだよ。ぶつぶしてやるからな。潰されたらすごい。はい、最初はグッジャンケンポン。よしステよし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 。どっち投げ。よし
それでは始め、ボールプレイ、アリクイ、ボールプレイ、何もとい、プレイボール、アリクイ、始め、3、2、1、勝者、これ杉山、今の大丈夫、これどっち、今のワンバンして当たったけん、いいんやな、うん、あー、よっしゃ、狙ったところ当たらなかったな、残念だったな、一番悔しいやつ、一番悔しいやつ、プレーボール杉山、はじめ、3、2、1、え、何当たった、勝者アリクイ、当たらなかった前髪、そう、頭のすぐ上を行ったね、あ、そうなんや、あ、すぐ上、え、痛かった、なんも、ほんと、じゃあ当たってないやこれいいね、引き分け、引き分け、最初はグー、じゃんけん、ボン、イエーイ、勝ってどうするか、どっちじゃ投げるぞ、わかりました、先投げるぞ、あ、なるほどね、ゆりこさん、勝つしかないですよ、勝つしかない、勝つしかない、しゃあこい、それではプレイボーイ、ゆうか、プレイボーイやめて、待って、プレイガール、頭がどうにかしちゃってるよいくよ、プレイガール、ガールだ、天道はいらないからでもね、グッジョブそれではプレイボール、ゆうか、3、2、1、当たった、勝者ゆうか、はい、間違えた、上田です、ちょっとキャスティングどうにかしてろぜマジで、はは、1個できたら1個全部覆るぞ、それは当たったかと思った、今当たったかと思った、残念だったな、今勝ったと思った、次俺当てるから当たらないから、ね、ね、当たらないから、二人とも結果的に美味しいっすもうちょい近づきます、行きましょう、はい、プレイボール上田、はい、3、2、1、真逆勝者ゆうか、逆じゃん、ストレスです、いえ、アヒルアヒルみたい、麻生副総理の付け方だからそれこうなってる、最終戦、えいっす、上田和樹、はい、アリクイ、ナイス、投げる方に、サポートがつきます、つきます、はい、今度からもうお前らにはガタガタ言わせないから、はい、始めましょう投げるのが何で、ちょっとやりたかった、じゃんけん、なんですか、じゃんけんポン、あいこでしょ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 、投げじゃん、あいこでしょ、あいこでホワイト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 、最初はグー、じゃんけんポン、じゃあ受けで、受けで、色けてやんよプレーボール下、どこの、遠い遠くなった、もっと前もっと前、上田くん準備よかったらうんってうなずいて、もっと前、右の下、勝者上田、あたしまやったよ、ちょっと、ね、隣やったよ、上田くんの隣、わ、うんうん、かるんです、あの日本に来て間もないのかな右、あ、下、下ってどっち、右の下なのか左の下なのか、近くの下なのか遠くの下なのか、どっちそれはうちにも言えるからでしょ、うちも結構強いのがおるから、うん、プレイボール上田、はい、こう投げる、俺は、うん、そのまんまでいいと思う、はい、3、
2、1。あ、勝者上田。なんなん、なんこの人。してる。くそイエーイ、ナイスドーイエーイ、ぶちかまサンドだよこれが。帰れれキープアウト負け。帰れれ2時間かかったんだから。そうだな、コストラ、コストラな、2時間かかったんだから。そうですね。ということで、はい、勝者はぶちかまサンドだ。負けないから、次は。次は、気配斬り。気配斬り、イエーイ。一回戦、上田和樹対アリカイ。パタキーピやるぞ。お願いします。お願いするんや。それが剣なんですね。鮭でいいんかい。ああ、お前の腹渡取ってやるよ。お前なんか追加で十分だよ。おー、これ来た。これ来たね。来たね。マチこれは。結構な。はい、マチこれ。これは来たよ。準備はいいかな？おいっす。いいね。なんかあのアリクイ君の顔がもうスイカみたい。周りがスイカじゃん。スイカみたい。いいよいいよ。えい！おい！危ない！危ない！怖い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 。さあそれでは5、4、3、2、1、0、ストップ。よーい、スタート。えい。どちらに軍配が上がるのか、これは見ものですね。天神ですよ。これあの見た目の勝負とかじゃないの？大丈夫？あ、見た目はもうすでに負けています。いいよ、ゆうかさん、ゆうかさん美しい。あ、美しい。あ、美しい。美しいよ、ゆうかさん美しい。あ、美しい。あ、美しい。あ、美しい。美しい。美しいな。これ5秒間回ったよ。どうぞ。え？よーい、スタート。1、2、3、4、5。あ、いいですね。それでは気配斬り始め。勝者優香。優香。なんかすごいなんかこうあの子犬が寄ってきたみたいな感じ。イエーイ、美しい。3回戦、上田 VS 優香、5秒間、回ってください。迷ってください。大丈夫、何かあった？どっちがいいかな。話聞こうか。大丈夫、相談乗りましょうか。どっちがいいかな。あ、迷ってる、すんごい迷ってる。あ、迷ってるよ。回ってください。いくよ。5、4、3、2、1、スタート。始め。自ら。あ、怖っ。めっちゃ怖かった今。お、いい勝負です。お、すごい、なんかのコント。いいよ。いいよ。はっ。ゆうかー。ゆうかー。いや、今当たってない。当たった？いや、当たってない。当たってない。風まで来た。続行。マジで？あ、続行。服が揺れたと思った。風まで来た。ギリ。まだまだか。相当怖い。当たったこと。いいよ、続行続行。ああ。やったー。今のは完全に。これいい勝負やった。やったー。いい勝負やったよ。
勝者優香。いやいや、おかしいやろ、おかしいやろ。杉山瑞希対、はい、アリコイ。はいはい、剣をください。剣をお願いします。それでは5秒回ります。せーの、はい、1、2、3、4、5、6、それでは気配切りスタート。ドドドドン。そうね、その風も来たよ。足元にドドドドンって。すごく近くで感じたよ。でも近かった。じゃあもうジャンプしちゃえと思った。鮭の気持ち。鮭の気持ち。杉山瑞希。はい。優香。はい。いいよ。それでは5秒回ってください。5、4、4、3、2、1、それでは頂上決戦はじめ。これは長期戦になりそうです。長期戦よ。ゆうさん感じて、気配感じてよ。行かせ、配線を生かせ。チャンス。今のは相打ち、うん、続行。じゃあ5秒回る。5秒回ろう。停止。せーの、5、4、3、2、1、サドンです。始め。もう何も喋りませんよ、こっちは。ブロディみたいな。ブロディが落ちる。ブルーザブロディ。懐かしい昭和プロレス。あ、ブロディ。ブロディサリ。あ、ブロディだ。ブルーザブロディ。お、強い。勝者ゆうか。どっちだった今。杉山勝者、杉山。おっしゃー、悔しい。ゆうかって言われて嬉しかった。悔しい、負けたー。よっしゃ、ぶちかまさんどの勝ちだよ。さっきのはぶちかまさんどの勝ち。だって2時間かけてやってきた。電源でもね、こやつら1時間遅刻してきたから。しっかり道も迷った。下にテロップ入れてない。はい、1時間ということで、はい、男やリブと YouTube チャンネルリブート VS ぶちかまサンド、勝者はぶちかまサンド。ゆうかさん、ゆうかさん、これじゃ終われませんよ。終われないで、うん、近々また第2弾やりましょうよ。負けないからな、うん、次は遅刻して来ないようにします。そうね、うん、時間、ミュージシャンは時間が命よ。はい、というわけで、はい、
内釜サンドのお二人、今日はどうでしたか？いや、とてもとても楽しかったですね、うん、それにつきますね。どうでしたか、杉山さん？そうですね、最後こけたのが、ここ腰が痛いですね、うん、あゆかさん、暑い暑いめっちゃ暑いえ、このマスクは一体全体何のマスクでしょうか？ありがとうございます。こちら、杉谷マスクと水浸し仕様となっております。定価700円、L サイズ、M サイズございますので、お見知りおきを。はい、というわけで、はい、ありがとうございました。お願いしまーす。車検の中から UEDA。UEDA の中から UEDA。はい。車検の中から UEDA。はい。UEDA。UEDA UEDA UEDA